アーブ・ルービンは、ユダヤ人の政治活動家、テロリスト、アメリカ合衆国のユダヤ人極空団体、ユダヤ防衛同盟の議長を1985年から2002年までの長きにわたって務めた。カナダのモントリオールで生まれる。当時のモントリオールでは反ユダヤ主義が蔓延していた。そのため、両親と姉妹と共に、ユダヤ人が多数居住しているアメリカのロサンゼルス郊外である、 グラナダヒルズへ引っ越す。アメリカの市民権を得たルービンはアメリカ空軍に入隊、軍曹にまで昇進し、その後任期を満了し除隊した。1978年、ルービンは国家社会主義白人等のメンバーを殺害すれば500ドルを手渡すという呼びかけを行ったことで逮捕されたが、1981年に無罪判決が言い渡された。そして、 ルービンは JDL へ入会、政治活動を開始した。1985年、JDL 創設者のメールカハネがイスラエルへ移住し、極右政党、カハを創設すると、ルービンはユダヤ防衛同盟の議長となる。まず行おうとしたことは、歴史修正主義の歴史家、ジョージアシュリー博士の自宅を爆破することであった。しかしこの計画は失敗し、 奴が吹き飛ばされなかったことは残念だとルービンは述べた。そして、俺は、このような行動をした連中に拍手を送りたい。彼らは、正義の場所を手に入れるだろうと述べた。しかし、このテロ計画は、一般市民だけでなく、恩恵なユダヤ人からも非難された。同年、イスラエルに批判的で、パレスチナを支援していた、アメリカ人議員、アレックス・オデーの事務所に爆弾が仕掛けられ、 オデイが爆殺される事件が発生。ルービンは容疑者の一人として名前が上がる。ルービンはオデイは当然の報いを得たと発言したが、JDL はこの事件への関与を否定した。この事件については未だ解決していない。2001年12月12日、ルービンと JDL 構成員であるアール・クルーゲルが共謀し、カリフォルニア州にあるモスクと、 アラブ系アメリカ人議員ダレルアイサの事務所を爆破しようとしたところを逮捕された。ルービンの墓逮捕後、ルービンは無罪を主張し法廷闘争を予告したが、2002年11月4日に、ロサンゼルスの拘置所で5.5メートル下のコンクリートの床に転落、11月13日に死亡した。これについては自殺とされているが、疑いを持っている人々もいる。 ルービンの遺族は他殺であるとして、政府に訴訟を起こした。ルービンと共謀し、テロを行おうとして逮捕されたアール・クルーゲルは、懲役20年の判決を受け、服役していたが、2005年11月4日、アリゾナ州フェニックスの強制施設で襲撃され、殺害された。また、ルービンの死後、2004年10月、ルービンの妻、シェリー・ルービンを中心にする派と、 ビルメイニアー氏を中心とする派に JDL は分裂した。メイニアー氏を中心とする派はイアン・シーゲルの統治下にある。ありがとうございます。